はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらエブリーワゴンです。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。スズキエブリーワゴンというわけで、こちらね、あのホンダなんですが、スズキの車売っております。中古車ですね。エブリーワゴンの BZ ターボスペシャルというもので、消費税込みでね、130万円で販売されております。こちら中古車ですね。初年度登録が平成28年の4月、車検有効期限が、令和3年の4月ですね。走行距離はね、14,013キロということですね。いや、あのエブリーワゴンね、人気ですよね。今あのキャンプとかね、車中泊に行く方にかなりおすすめな車ですね。ではね、ざっと外装の方見ていきましょう。ちょっとライトつけてみました。まあ何の変哲もないというか、ごくごくシンプルなデザインですよね。ウインカーはね、豆球ですね。あ、フォグライトはすごい明るい。ひときわね、明るくて白いです。それに比べちょっとヘッドライトはまあこんなもんかな。ドアミラーにもウインカーがつきます。横から見たらこんな感じです。いや、あのエブリね、よく街で見るんですが、あのこうやってね、まじまじと見るの初めてです。あ、これなんやろ、これステップ、ひょっとしてステップ出てくる。あ、出てこない。これステップのようなステップじゃないような。あ、結構綺麗よ、下回り。アルミホイールはこれ社外品をつけてる感じですね。165の 60R14 14インチですね。まあ、黒のアルミホイールでね、あの全体を黒で統一してるような感じです。後ろから見たらこんな感じです。いや、シンプルなテールランプなんですね。いや、本当にね、デザインを削ぎ落としていった感がありますね。まあ、下回りも結構綺麗な状態で、あのどこもぶつけてないなという感じがします。これね、エブリーワゴン、なんといってもこの中が広いんですよね。ああ、こうなってるんか。結構この設置面積が上の方にあるんですね。あ、こうなってんの。あ、すごい。なんかふかふかするな思ってたらこんなんやったんや。スポンジが入っとる。中はこんな感じですね。いろんなところに収納スペース。で、ここにね、あのネジ穴があるんで、あのバーとかね、棚とかいろいろ工夫して乗ってる人がいますね。なんかスズキの SG コートっていうのをやってたみたいですね。まあ結構ボディがね、あのツヤツヤしてます。綺麗な状態保ってるなと。ここに軽い泥除けがついてます。あ、綺麗綺麗。ちょっとだけこのライトの、これくすみかな、どうやろな、汚れかな。まあちょっと実車見て確認してくださいね、皆さん。で、ここにね、これ単眼カメラ、カメラ2つあるんかな、ちょっとわかんないですけど、スズキのことよくわかんないんですけど、なんか安全装置もついてる感じかな。では内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔します。おー、初めてのエブリ。内装の方はね、こんな感じです。いや、このハンドルカバーついてる。すごい、これ分厚いわ。これ普通に撮っていただいたらいいと思います。趣味の加減がありますんでね。いやー、こんなんなんですね、エブリーってね。まずね、思ったのここが広い、ここが広い。すごい、これもう垂直、これ90度に近いぐらいの垂直パネルですよね。あ、ちょっとエンジン、あ、なんかデコられてる。ちょっとスイッチつけます。メーターはね、アナログメーターになるんですね。タコメーターついてるね、ええわ。あとこんなミラー、あ、これは外せますね。シンプルなんでこれはつけといてもいいかな。これね、サングラスとか。うわ、マーブ、すごい明るい。うわ、めっちゃ明るないこれ。ここにはライトつかないですね。なんかシートふわふわ、これカバーしてますね、シートカバー。いや、こんな感じですよ。全体的にベージュですね。これね、なんか綺麗に乗られてた感じはしますね。エブリってこんなステップがあるんですね。扉ここで開けれます。両面スライド扉なんで、ほら両方開きます。
で、これあとオートステップ、ちょっと押してみよう。え、なんか変化ある？あ、そっか、やっぱさっきのあれ、これステップで出てくるん違うの？なんなんこれ出てけえへんの？まあでもこれエブリーね、やっぱ接地面が、車高が高いというか、こう座面の位置がねだいぶ高いですね。ここに何が入っとるんだ？結構ねキャンプ乗る方にはこのエブリーっていうのがねすごいなんか人気があるみたいですね。ちょっとシートアレンジしてみましょう。いやこれ面白い。こんな感じで床に収納される感じなんですね。この状態で全席が十分座れるな。 Nボックスは後部座席倒したら、これはねもっと前まで行くような感じでしたね。今これ普通にドライビングポジションとして取れます。前席も倒してみました。あのヘッドレストはね取る感じで、こんなんになるんですね。うわはは、だいぶねすごい。これ何メーター？ 2 メーターちょっとあるんちゃうかな。かなりのスペースがこれでできますね。これはかなり広いわ。でこれほら、これ明るい、これ明るいの車内とすごい広い。これは車中泊向きやな。完全に出れます。あ、これ余裕かもしれん。 Nボックスとか N 版もいいんですけど、やっぱねこの室内の広さ、これはちょっとエブリィワゴンには勝てないかもしれないですね。大人2人はいけるな。でしかもこれほらいいね、これ後ろに 120W 電源があります。でこれ前のオーナーさんね、ちゃんとこうシートカバーしてくれてるので、もうこれ嫌な方はね剥がしてもらったらいいと思うんですけど、まあシートはこれをかけてる状態でかなり綺麗な状態になってるということですね。ちなみに普通にシート後ろ座席こんな感じです。ちょっとね座った感じが車高は高いなという感じしますね。もうほら頭迫ってます。はい、いかがでしたかね、エブリィワゴン。いやー車中泊とかね流行ってるんで、ぜひとも、おすすめです。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでエブリィワゴンでした。じゃあね、バイシュー。